さんこんにちは。今回の医学論文読み書きについてはアブリビエーションズとアクロニムスの違いについてお話しさせていただきます。アブリビエーションズってこちら略語で使うことは多いと思いますし、まあ、論文の時にでもですね、比較的この単語は使うこと多いと思います。例えば、CTE をですね、最近は特に略語に設定しなくても一般的に広く使われているので、CT や MRI に関してはですね、あまりその略語の定義をしなくていいっていうことも言われているんですけれども、例えばペット検査とか、そういうものに関しては、略語はやっぱり使わなくちゃいけないですし、その略語の定義というものも必要になってくると思います。その場合ですね、最初の1個に関しては略語を定義して、2回目以降はその略語で使うことは多いと思います。一方でもう論文によってはですね、そのアブリビエーションズというセクションを作って全部の略語を最初にですね一個にまとめて定義するというような書き方も当然あると思います。ただ一方ですね、このアクロニムスっていうものもたまに使われることがあります。で、これですね、ちょっと私自身あまり知らなかったんですね。実はこのイニシャリズムっていうのとアクロニムスとアブリビエーションズ、こちらは混同しているような先生方もいらっしゃると思いますし、私自身この差っていうのはあまりちょっと理解してなかったので、ちょっと勉強してみたので、こちらの方でご紹介させていただければと思います。アブリビエーションズ、こちら略語として定義されていますし、こちら一番一般的なものだと思います。これですね、後々お話しさせていただきますが、基本的には全部をこちらをまとめているので、こちらのアブリビエーションズで書けば多くの場合間違いはないというふうに思っております。ですね、どういうものなのかと、CT、先ほど CT や MRI をですね、書かなくていいというのはありましたけれども、逆にペット検査に関しては記載するようなことが多いかなと思います。CT、コンピューティッドトモグラフィーをこの CT、MRI、マグネティックレゾナンスイメージング、ペット、ポジショナルエミッショントモグラフィー、こちらをですね、最初に定義して、まとめるということもありますし、最初の1回目はこの、コンピューティッドトモグラフィー、CT って書いて、2回目以降は CT を使うというような記載も多いと思います。最初は略語なので比較的そんなに難しいことはないと思いますし、論文1本2本書けばすぐにこのような書き方っていうのは学べることができるかなというふうに思います。それではですね、アクロニムっていうのとイニシアリズム、この2つがあるんですね。こちらはちょっと私もこれ読み方っていうのが分かんないですけど、字語っていうんですかね、当文字語って読むのか、ちょっともしこれが違ってたらごめんなさい。どのように記載するのか、日本語の訳し方っていうのを記載するのか分かんないんですけれども、アクロニムとイニシャリズムっていう、2つに分かれるようなんですね。でこちら検索するとですね、比較的出てくるんですけれども、この、アクロニムが単語みたいに発音するものがアクロニムで、イニシャリズムっていうのがアルファベット読みをするっていうものなんですね。ちょっとですね、こちら分かりにくいと思うので、インターネットで計算すると大抵も出てくるのがですね、NASA とか NATO とかそういうものばっかりなので、そちらはご案内させていただければと思います。最初にこのアクロニムなんですけど、ナショナルアエロノーティクス&スペースアドミニストレーションですかね、アメリカの航空宇宙局 NASA になります。で、これが、単語みたいに発音するっていうものなんですね。じゃあ逆に下を見てみましょうか。イニシャリズムっていうのは、当文字語なんでしょうかね。ちょっと読み方がすいません、ちょっと見つけられなかったんですけど、こちらはアルファベット読みをするものが、このイニシャリズムというふうに言われています。こちらもですね、検索すると多くの場合ですね、この WHO って言われることです。ワールドヘルスオーガナイゼーションっていう書き方な、書き方っていうか、それの略になるんですけれども、何が違うのかっていうと、例えば上の部分をですね、NASA っていう言い方しないと思うんですね。アメリカの航空宇宙局 NASA って言わなくて、皆さん NASA っていうふうに言われてると思いますし、北太平洋っていうのは NATO とかですね、北大西洋か、NATO っていうことがあると思います。で、一方でこの WHO のことをですね、WHO という言い方はしないと思うんですね。あくまでも WHO っていう言い方がします。なので、こちらが、アルファベット読みっていうことになって、イニシャリズムということになります。ただ、ここですね、そんなに意識しなくちゃいけないってことは、あんまり医学論文を書く上ではないと思うんですよね。で、こちらですね、これを全部含めたものがアブリビエーションです。で、このアクロニムとイニシャリズム、この2つがあって、逆にですね、他のものもあるかなって
思うんですね。まあ、この略語の例えば定義で特殊な、この頭文字をいわゆる使うものではない別のものもあるので、ちょっとそういうのもあるかなと思ってちょっと空白にしてみたんですけど、基本的にはこのアブリビエーションズで全てが網羅されているので、まあ、ここのアクロニムとかイニシャリズムっていうのを意識するケースは何もないとは思うんですけども、まあ、ちょっと知っといたらいい知識なのかなというふうに思いますし、逆に少しですねこういうような、記載があったような場合にはですね、あ、これは何なのかなっていう差を、確認する意味ではいいのかなというふうに思います。問題なのはここではなくてですね、実際どのような場合にこの略語の定義を使うかということなんですね。でこれはもう明確な規定はなくて、中には投稿規定で書いてある雑誌もあれば、全くそんなものを書いてない雑誌もあります。例えば本文でどれくらいだったら略語を使うのかっていうと、まあ6回くらい使うんだったらアブリビエーションというふうに定義してもいいんじゃないかなと思います。このシカゴマニュアルオブスタイルとかっていうのでは、まあ、インターネットでこれ検索すると中が出てきたんですけど、5回くらい、あるいはプロスとかだと3回くらいあれば、もう略語と定義しましょうってもなります。まあ、実際の文法学ですごい長いものを早めに定義した方がいいと思いますし、逆にそれが3回って言うと、もう一個他のところで無理やり、もう一個その文字を使ったりして調整してもいいのかもしれないからですね。例えばすごいこんな長いものをですね、ずっと使い続けるんだったら、もうこれくらいで早く略語を使いたいような場合には、その、もし規定があるようであれば、2回しか使わないけど、まあ、3回目どこかですね、同じような、書き方をするというのも方法の一つかなというふうに思います。一方、アブストラクトの場合には、基本的には略語を使わないというふうに言われています。特にワード数としては200から400ワードなので、そこであえて略語をですね、定義して使うというケースはあんまりないんですけれども、ただやっぱり3回以上ですね、同じようなものを使うような場合、例えば先ほどのペット検査に関する論文を書いた場合ですね、そのペットのポジションのエミッショントモグラフィーっていうことをですね、3回同じ風に書くっていうのは結構見る側にしてもって思うことがあると思うので、そうすれば、まあ、1回略してあと 2,3 回を、ペットっていうですね、書き方にすればいいんじゃないかなというふうに思います。 PET じゃなくてペットになりますので、こちらがアクロニムの方ですね。これを PET って言ったら先ほどのイニシャリズムになるかなというふうに略語について、私自身ちょっと勉強したので、ご紹介させていただきました。まあ、私自身まだまだ勉強中ですし、他にもいろいろ学んでいきたいところはあるんですけれども、まあ、ぜひ先生方と一緒に共有して、勉強していただければというふうに思います。もしよかったら他のものあるいは、チャンネル登録などよろしくお願いいたします。